縄や反録にて。川底に石ころの多い、早い流れの音が聞こえていた。川はさして大きくはないらしいが、雨続きで水量が多く、勾配が急なためであろう。流れの音の中に、石ころの転がる音が混じっていた。万事屋は、やはり三井だった。と、桑島三江門が言い、激しく咳込んだ。 佐渡屋義兵がすぐに、それはずっと前から分かっていたことでしょう。それがそうではない、と、桑島が付け加えた。奈々屋と道島からも二人ほど筆を入れているらしい。もちろん頭取は三井ですがね。とにかく、みんなの書き出しを見るとしよう、と、大玉巻兵が言った。私のはこれです。 太田巻兵衛に続いて、越後屋東兵、衛、里屋義兵の三人が、それぞれ書類をそこへ出した。桑島三右衛門だけは自分のものを出さず、三人の書類を次々に詳しく調べた。俺は、と、越後屋が大田に向かって、窓の外へ、目配せをして囁いた。あの、カラカラというとは何でしょうかな 大玉蒔兵衛がその質問の意味を聞き返そうとしたとき、桑島三衛門が顔を上げ、三冊の書類をそこへ置いた。そして席をし、唾を懐紙で拭って話し出した。五人衆の仕事を見事に万事屋は自分のものにした。一例を挙げると、大玉蒔兵衛の場合が代表的であろう。寮内で生産されるお見の紙については、 その全体の買い入れと売りさばきの仕切りをしてきた。したがって、一面には製紙業者への支払いを抑え、反面では価格の平行を保つ責任を負った。もちろん五人衆の株は独占権であるから、利得に恵まれることは言うまでもない。それが御神制によってどう変わったかというと、各地から来る商人たちとの取引で、価格も数量も商人たちの 思うままに叩かれる、ということであった。そればかりでなく、生産のための資金繰りが困難になって、万事屋から金を借り、今度はその金利にも責められることになった。およそ六年ほど前に、生死業者たちは、大玉木兵衛のやり方が、不当だという理由で非難し、藩へ勝訴しようとまで騒いだことがある。それは、御神聖の前触れであったが、しかし、 大玉木兵衛が独占権を失った今、彼らはここに引き離され、買い付けに来る商人たちに振り回されると同時に、万事屋の借金にも追われるという現実にぶつかったのだ。これは代表的なもので、他の四人の場合も例外ではない。里渡屋の買い米も入札制になり、越後屋の御服、糸型も入札の一になった。ここでも実機の商人たちは、 我が世が来たように御神聖を喜び、さして視力のない者までが入札に加わった。彼らもまた、三井を尊りとした上方資本の動いていることなど知ろうともせず、五人衆の廃止という餌に釣られて、勝ち目のない陶器へ引き込まれつつある。やがては裸にまで向かれてしまうだろう。これが御神聖に代わって、わずか四年足らずの間に起こった事実だ。と言って、 クワジマ三右衛門はまた咳き込んだ。座モを見ろと言いたいところです。マキベが言った。それはまあ、古人衆としての私があ切ぎれなかったとは言いません。今、そんなことを言っている時ではない。クワジマは懐紙で口を拭いてから言った。このままにしておけば、この班の経済は、上方資本に乗っ取られてしまう。 代々のご恩を考えるまでもなく、我々がこれを黙って見ている方はないと思いますがな。川の流れの音が高く、大粒の雨でも降っているように聞こえ、どこかの座敷で鼓を打ち始めたが、間もなくそれに笛の音が加わった。刺して高くはないその笛と鼓の音は、この座敷の空気まで引き締めるようで、四人は一時、と死んとなった。 こんな時に、三浦さんがいてくれたら、と、桑島が神経質につぶやいた。こんな時のために、我々は三浦さんに投資をした。この投資を無駄にするわけにはいきません。だが、あの人は生きているんですか死んだという証拠はどこにもない。今どこにいるかはわからないが、殺されたとか、死んだとかいう噂を聞いたこともない。と、佐渡屋が言った。 例の一味も、血魔の子で探しているらしいが、未だに捕まえることができずにいるのは確かなようです。そういえば、と、薪兵衛が三人を見た。あの、七重という人はどうしたでしょう私は三浦さんの話をしているんですよ。だから、と、薪兵衛がまた言った。三浦さんはあの人が気に入っていたし、曲がり町のお屋敷よりも、花木町にいる方が多いくらいだったでしょう。 それに横も設けられたはずだから、七良さんを探す方が早いと思うんですがね。そして、どうするんですと、桑島が聞き返した。男より女の方が探しやすいし、あの人はもちろん、三浦さんの居所を知っているでしょう。そして、どうするんですと、桑島が同じことを聞いた。あの人を探し出し、三浦さんの居所が分かったら、 呼び出して、相談でもしようというわけですか。三浦さんなら、頼みになると思うんだがな。ご神聖一味が、千葉の子になって探しているんですよ。と、桑島が言った。私たちが探し出すのは、三浦さんを一味の手に、渡すようなものだとは思いませんか。薪兵衛は、苦笑いをしながら、頭へ手をやった。愛も変わらず。 私はお先走りな人間だ。桑島さんの言う通り、と、佐渡屋が取りなすように言った。私たちが投資をしたのは、三浦さんにそれだけの値打ちがあると見込んだからです。我々の投資を無駄にはできないと、桑島さんが言われた通り、今我々の頼みにするのはあの人一人だし、ここにいてくれたらどんなに心強いかわからない。けれども、三浦さんが生きているとすれば、 必ずどこかで何かをなすっているはずです。そうでしょう、皆さん。うのろしの大化の時、あの人は十六歳だった。そんな年であの人は誰にも真似のできないようなことをやってのけ、しかもそれを皆他人の手柄にした。今、双眼寺にあるお救い小屋は、その時あの人が建てた子供部屋であり、今では孤児や身寄りのない老人たちの収容所として役立っている。 ステノを開拓するための延庭工事、そして領内測量。また、洪水の時、席の取り入れ口を開けた決断。これらを思い合わせれば、あの人は我々の見込んだ通りの人物であり、今でもそれに変わりはないと信じていいと思う。と、佐渡屋義兵は言った。鼓と笛の音はまだ聞こえていい。その澄み通るように冴えた音色が、四人の感情に厳しく作用したのであろう。 彼らの顔つきは一層引き締まるように見えた。では、これまでにしましょうかな、と、桑島が疲れたような声で言った。あまり長話をして疑われるといけませんからな。次はまた、銃の日に。三人は自分たちの書類を取って懐に入れた。俺を、と、越後屋が窓の外へ、 頭を振って見せて言った。あのカラカラという音は一体何ですかなああ、あれは、桑島が答えた。あれは、水の中で転げる石ころの音です。水の中で転げるですって今、私の住んでいる家の脇でも、雨のとなんぞにはよく聞きますよ。はじめは私もなんだかわからないもので、なんだろうと。 不審に思ったものです。クワジはそう言って咳込み、咳が収まるのを待っていった。ところが調べてみたら、流れの強い時には、川底の石ころが転がるということが分かったんです。勾配な急なところではねえ。大玉巻兵衛が聞いた。そんなにいつも流れていて、石ころはなくならないんですかな。他の三人は何も言わなかった。 十九の一人間とは不思議なものだとモンドのシが言った悪人と善人とに分けることができればそしてある人間たちのすることが善であるか悪意から出たものであるかはっきりすればそれに対処することはさして難しくはないだが人間は善と悪を同時に持っているものだ善意だけの人間もないし 悪意だけの人間もない。人間は不道徳なことも考えると同時に、神聖なことも考えることができる。そこに、難しさと頼もしさがあるんだ。これは驚いた。と、津田大吾が言った。何をおっしゃろうと言うんですかモンドノは、そっとため息をつき、遠い出来事を思い出そうとするような口ぶりで言った。ずっと昔、 身の年の騒動の時に、先代の滝沢殿殿が、その裁きにあたって、正しいだけが、いつも美しいとは言えない。儀であることが、常に善ではない。と、言われたそうだ。第五は、特利を取ってみせた。勝手に飲ませてもらいますよ。六条図書と、その一味は悪人でもなし、悪事を企んでいるわけでもない。と、門戸のノは続けて、 穏やかに言った。彼らは彼らなりに、家中の平風を除き、政治をまさしく行おうとしたんだ。それは、紛れもない事実なんだ。しかし残念ながら、彼らが平風と認めたものに、彼ら自身も縛られてしまった。一言で言えば、五人衆に代わって、上方資本の導入をやったことだ。家臣に対するお借り上げ金、豪の負傷に対する御用金、 新しい銭札の発行など、皆、御神聖の威力を示すための手段だった。我が藩のように、物なりが豊かで、太平安穏な年月に慣れているところでは、この手段は一応効果的だ。反抗する前に、まず移縮してしまう。撃たれたことのない子供が撃たれると、拳を見ただけで怯えるようにだ。けれども、その拳に噛みつく子だっていますよ。 たとえ相手が親であってもね。撃った後親は大抵歌詞でもやって撃った理由を言い聞かせるだろう。だからこそ撃つことも時に子供のため必要だと言えよう。と、門戸のノは続けていった。しかしまた、撃つことになれ、撃たれることになれる親子もある。御神聖はその形に似てゆくようだ。六条一味は、剣性を握るために、 髪型資本を入れた。それは弁法だったが、今はその髪型資本にがっちりと縛り上げられ、長い年月にわたって綿密に計画してきた政策を、実行する自由さえ失ってしまった。それはどうですかね。大悟は湯のみで冷酒をすすりながら言った。私には一味が綿密な計画など立ててはいなかった。という風うに思えてきたんですがね。 ここは、江戸麻布の谷町とい,い、いその谷の最も奥にあたる一角で、軒の低い古びた長屋が狭い道の左右にびっしり並んでいる。この家は、狸棚と呼ばれ、中でもひどい貧乏人ばかりの集まっている長屋の一軒であり、裏は脆い岩の崩れやすい崖になってい,い、夏でも地面に銭ケが絶えないほど湿気が強く、長屋の根だや下見板などは、 皆腐っていた。彼らは滝沢一派の三代にわたる県政を奪回しようとし、周到にその計画が練られたことは事実だ。と、門戸の将が言い返した。彼らは県政の座を占めるために、松次郎様擁立という旗印を掲げ、見事にその望みを達した。私が言いたかったのは、ここのところだ。私は、 彼らを主翼のために反省転覆を図った一味であり、武家道徳に反する悪人たちだと思った。しかし違う。モンドノ将は目をつむって、そっと頭を左右に振った。政権は握ったが、同時に資本力というものに縛られてしまい、万事は一派の思うまま、言うままにならざるを得なくなった。完成七年の大化と同じ年に幕府から命ぜられた東照宮集築のため、 御音尺単眼ということがあった。資金調達のために五人衆が上方の三家、つまり河野池、三井、南馬屋から借りたことにし、実際は自分たちで調達したようにこしらえた件だ。それはいつか聞きました。私はまだ若かったので、五人衆を憎み、そんなに明白なからくりを見逃している住職の人たちを憎んだ。今は違う。今になって考えてみれば、 たとえ五人衆が私服を肥やしたとしても、その利得は寮内に蓄えられていた。それが現在はどうか。寮内から上がる農産業の利得は、その大半を上方へ持ち去られてしまうのだ。滝沢市時代にあった住職と負傷、豪農たちとの腐れ縁は、現在行われている御神聖より、はるかにお家のおためにもなり、藩の財政の安泰を保つことに役立っていた。 人も世間も簡単ではない。善意と悪意、潔癖と汚職、勇気と臆病、定説と不定。その他諸々の相反する者の統合が人間の実態なんだ。世の中はそういう人間の利合相国によって動いていくのだし、目の前にある状態だけで善悪の判断はできない。俺は江戸へ来て三年、国元では全く経験できないようなことをいろいろ経験し、 国元には類のない貧困や悲惨な出来事に接して、人間には王者と罪人の区別もないことを知った。と、モンドの将は言った。失礼ですがね。と、大吾が苦笑いをしながら遮った。実のところ私は、三浦さんのそういう話は聞きたくない。もっとはっきり言えば、私には財政や経済のことはわからないし、わかりたいとも思わない。 私はただ、ご神聖という美名に隠れた、汚らしい陰謀を叩き潰すこと、悪人どもの追放と、殿の安否を確かめること以外には、何の興味も心配もない。え、特に難しい話はごめんです。特に難しい話をしたつもりはないんだがな。気に触ったら勘弁してください。私が第一に聞きたかったのは、殿のご同棲です。相良から手紙が届かなかったか。 神屋敷のことだけです。醍醐は酒を湯呑みについだ。国元と同じように、お蕎麦は六畳一味のもので固められ、殿は奥にこもられたまま、他の家臣たちとは決して対面をなさらず、ご同性は全くわからない。それだけです。そして、一体あなた方は何をしているんです。とでも言いたそうな目つきで、門戸の将の顔を見た。門戸の将が、 この麻布谷町に住み着いたのは、東側の高台に主家の下屋敷があるからで、それも大吾が連絡を取るように計らい、上屋敷の相良大学と会って相談の上決めたことであった。ここに落ち着くとすぐに、門戸のノはボテ振りになり、季節の野菜や魚介類を担いで、下屋敷の周辺を売り歩いた。そして秋の末からは、夜泣きうどんを売りに出たが、この方が、 ずっと役に立つことを知った。そのあたりは、大名諸公の中屋敷や下屋敷が多く、詰めている侍や小物たちの数も少ないし、藩主の来るときか、その近親者のいるときはともかく、平勢は神屋敷のように、格式ばったところのないのが通例であった。したがって、寒い夜などに、うどんを売って歩くと、これらの屋敷から、小物たちが気軽に出てきて、うどんを食べながら、 邸内の噂話や、上役に対する不平や悪口を言い合うのであった。こういう風にして、やがて、主家の小物たちとも親しくなり、邸内のことも、いろいろ聞けるようになった。それは手紙で読みましたよ。大吾は、もどかしそうに言った。それでつまり、三浦さんは、下屋敷にいるのが殿だと、はっきり認めたわけなんですか神屋敷にいるのは、 松次郎様だ。と、門戸の将は答えた。続めて言えば、四年前に国入りをされたのは、松次郎様なんだ。十九の二。大吾は目に酔いをにじませ、門戸の将の言うことを聞きとがめるように、下屋敷にいるのが本当の殿だと、どうして判断したのかと暗問した。私は三年前、 上婦する殿の行列についてきた、と、モンドノは答えた。そのことは手紙では詳しく書けなかったが、道中の警護の厳しさは非常なもので、お姿を見ることさえできなかった。ご在国中も六条一味の者の,のほか、一人としてご対面はかなわなかったが、道中の厳しさはそれ以上で、しかも同じ宿駅に泊まった他の大名諸公との挨拶交換にさえ、 病中という理由で、いつも安西左京が代理に出ていた。どうしてそれがわかりました本人には近寄れないが、宿場での噂の広がるのを防ぐことはできない。私はその時、これはもう疑う余地はないと思った。なるほど。大吾は湯呑みに酒をついた。なるほどね。それ以前には疑っていたんですかむしろ疑ってはならないと思っていた。しかし、 行列にはついてゆく気になった。第五の口ぶりは珍しく皮肉になった。その役は私がやると岩わろくに伝言したはずですがね。あなたには動かないでもらいたかった。我々にとってあなたがどんな立場にいるかあなたには分かっていないんですか我々の立場は皆同じだ。私だけが特別だなどと考えるのは間違いも甚ははだしい。それは岩上に。 はっきり言ったはずだ。大悟は酒をすすり、ゆっくりと頭を左右に振った。あなたは忘れている。私はあなたのことはよく調べたが、あなたは一番大事なことを忘れていますよ。15歳で商工官を卒業したとき、あなたは都のご自身によって選び出されたんです。そうしてその後、目見え角以上の指定から上がるという長い不分率を破って、平侍のあなたが、 そば胡椒にあげられたことや、原服にあたって、上代画廊がカビソリ親になった。それ以来ずっと、あなたは常に異例の待遇の中で成長された。そのことがあなた自身にとって、好ましかったか、好ましくなかったかは知りません。けれども、あなたは選ばれたのであり、そのため、異例の処遇を受けて来られた。三浦さん。それでも、あなたは他の者と同じだと言えますか 我々の中に、あなたと同じように異例の待遇を受けた者がいると思いますか私の言う意味は違うのだ。もう一言です。と、大吾は遮って続けた。扇に金目がなくてはならないように、我々にも金目がなくてはならない。これはまずい例えかもしれないが、金目がなければ扇がバラバラになってしまうように、今の我々には、あなたが金目なんです。あなたには、 危険を犯すようなことはしてもらいたくない。これが我々みんなの意見なんです。モンドノショは呼吸を整えてから言った。私が異例な処遇を受けたことは認めよう。しかし仮に私が平侍の子ではなく、その元と同じように身分の高い家柄の子であったとしたらどうだろう。それでも私の受けた待遇は特別だと言えるだろうか。あなたは話をすり替えている。 いや、と、モンドノは首を振った。いや、私は事実を言っているだけだ。そのもとたちが私を特別な存在だと考える土台には、私が平侍から選ばれ、異例の処遇を受けたということが根になっている。これは私のひがみではなく、事実だと思うが、それは違うと言えますか大吾はすぐには答えられなかった。そして何か言おうとしたとき、 付近で覆った盆を持った二十六七の女が戸口を開け、大悟を認めて、ちょっとたじろいだ。あら、お客様だったんですかと、女は戸惑ったように、目をしばしばさせた。知らなかったものだから、ごめんなさい。友達なんだ。大さんと言ってね。モンドの将は、聞きなれない、鉛のある口ぶりでいい、大悟に女を引き合わせた。お秋さんと呼うんだ。 向こう長屋に住んでいる人で、ここへ来てから、随分世話になったんだ。お秋と呼ばれた女は、大悟に愛想笑いをし、持っていた盆をそこへ置いて、頬をあからめながら大悟に言った。この人貧乏暮らしのくせに、何にも知らないんですよ。まるで子供見たように、のんきなんです。女の言葉には、強いりがあった。お友達だから、あなたはご存知でしょうがね。 第五は曖昧に片手を振った。その通りです。というようにも、それはあなたの考えすぎです。ともいうような身振りだった。負けましたね。女が去ってから、第五が言った。あなたは女にモテる人だ。七重さんのことを忘れたんじゃないでしょうね。話が逆戻りをしたようだな。と言って、門戸のノショウは第五を見た。 七重がどうかしたのか大したことではないかもしれない。と、大吾が言った。私は前のことはよく知りません。私が直に会った時は、もう普通ではなかった。もちろんそう行くたびもあったわけではないが、少なくとも、私の印象に残っているあの人は普通ではなかった。それが、すっかり変わったのです。不思議なことですが、おかしなところは全く消えてしまい、ごく当たり前な人になっていました。 モンドの章には、その意味がよくわからないようで、けれども、かすかにうなずいてから聞いた。まだ、荒旗にはいるんですね。豆を作っているようです。石原村の伊兵という百姓が面倒を見ているようですが、伊兵のことはご存知ですね七重の兄だ。それは知りませんでしたが。と言って、大醐は目をそばめた。彼らに感づかれる恐れはないんですか 多分ね。彼らが狙っているのはこの私だし、七重は三浦家の主婦ではないからね。門戸のノは、女の置いていった盆を引き寄せ、付近を取った。大きなどんぶりにいっぱい、薄茶色のまぜしが持ってあり、醍醐はほーっと声を上げて、うまそうですね、と言った。門戸のノは立って行きながら、火薬飯というのだそうだ、と言い、小皿と箸を、 二人分持って戻った。私はダメです。と、大悟が言った。酒が入ると、飯粒はいけません。ここへ来る前に、小田信五と会って飲みながら話したんですよ。どうか私に構わず、やってください。私もまだ欲しくはないんだ。と言って門戸のロはどんは、りへ布巾をかけ、古くて小さなジャランスの中へ、ンごとしまった。国元のことで、 他に聞いておくことはないか曲がり町ちはご無事です。夫人はよく馬で遠乗りをなさるが、一味の手先を長老なさるおつもりらしい。彼らに後をつけさせ、いい頃をはからって、見事なシックに変わり、風のように彼らを巻いてしまう。私に連絡するように思わせるんだな。賢い人です。驚くほど賢い。と、醍醐は本気な口ぶりで言った。 あなたは女運にも恵まれた人だ。そうではない。それには反面がある。火の当たる裏には常に影があるようにだ。と言おうとしたが、ボンドの将はそうは言わずに別のことを聞いた。滝沢さんはどんな様子でした真の丈夫な太刀なんでしょうね。重体だ。既得だと幾度か聞きましたが、私が立ってくる時にはもう持ち直したということでした。 兵部は相変わらずで、西工事に囲っている女に子が生まれたそうです。門戸のノは忘れていたことを思い出したように、上目遣いになり、滝沢兵部、と声には出さずにつぶやいた。そのことを直感したのであろう。大醐は酒の入っている湯飲みをあげて、左右にゆっくりと振った。兵部はダメです。諦めましょう。と大醐は言った。腐り出した木に、 花は咲きません。ああ、そうそう。あなたの実家の安倍さんですが、ご散布はまだ健在です。しかし、あなたの弟の小四郎さんは、人情沙汰を起こして脱藩したそうです。安西が江戸へ来て、あとはそのままですか波岡五郎大夫が代わりに来て居座ってました。これはなかなかのものです。しかしあなたは、弟のことは気にならないんですか そのもとは、いつまで江戸にいるつもりですと、門戸の将は返事をせずに聞いた。宿所はどこですか ?19-3 昨日の人はどなたと、お脇が聞いた。弟さんじゃないんですか友達だ。昨日はごちそうさま。門戸の将は、付近を畳んで乗せた本をお脇に返した。 お秋は35歳だという、40歳になるお年という姉と、向こう長屋の一軒に住み、二人で仕立て物をしながら暮らしている。姉も妹も器量よしで、髪型生まれだということを証明するように、言葉つきも動作も柔らかで、こんな長屋の住人には珍しく、こぼれるような女らしさを持っていた。この兄弟は長屋の人たちから親しまれ頼りにされている。 一人者の人足など少なくないし、女癖が悪いという評判の男もいるが、この兄弟に手出しをするようなことは決してなかった。四十歳と十五歳だそうだが、どちらも十歳は若く見えるし、人を警戒するとか、お高く構えるようなところはいささかもなかった。今日で生まれて、1さ歳まで今日で育ったんだそうだ。と、差配の長兵衛が話してくれた。 神方の女は、言葉つきも見ごなしも、当たりが柔らかで優しいが、どこかに冷たくしまった芯のようなものがあってね。たぬきだなどと言われるこの長屋の暴れ者でも、あの兄弟に会うと、鉢巻きを取るくらいだ。しかし、兄弟は世話好きだし、頼まれなくとも、人の面倒をよく見る。お前さんも一人身だから、不自由なことがあったら、遠慮なく、あの兄弟に相談するがいい。 長兵衛は教えてくれた。モンド将は金を持っていた。国元を立つとき、ニ山村を訪ね、米村聖左衛門から送られたものである。隠居の聖縁は、山狩りに行っていたので会うことはできなかったし、聖左衛門の差し出した金も受け取るつもりはなかった。もちろん、狸棚に住み着いた彼は、一つの七輪と、飯茶碗、汁碗、箸、箱膳など、 最小限に必要な品だけしか揃えなかったし、ぼてふり道具も借り物であり、夜泣きうどんの道具も一上がりであった。うどんは玉でおろす店があり、そこでいろいろな薬味も具も売っていた。彼はただ汁を作ればいいだけで、それには惜しまずに材料を使ったから、今では上得意もできていた。おとしとおきの兄弟は、門戸の将が洗濯をしているのを見て、 向こうから声をかけてきた。おしが背しで、外へ出るのを嫌い、いつも家にこもって仕立て物をしている、ということは、後で知ったことだ。砂杯の長兵衛も言わなかったし、おわきも自分からは言わなかった。九十日ほどたち、梅雨が明けてからのある日、門戸のノは、兄弟から夕食に呼ばれた。トウモロコシとカボチャを売り歩いた後で、 彼は行髄を使ってから向こう長屋へ行った。その時初めて、おとしの体が不自由だと知った。おとしはヤグに背を持たせ、縫い物をしながら彼に微笑みかけた。私たし、背中にコブがあるんです。と、おとしは、えしゃくしながら言った。赤ちゃんを産まない代わりに、赤ちゃんを背中に背負っているようなものなんです。おかしいでしょ 気を悪くなさらないでくださいな。と、おきが取りなすように言った。姉さんはあれが自慢なんですから。モンのロはその時、髪型風の冷麦を地うになったが、その冷麦よりも兄弟の明るさと屈託のなさに心を打たれた。姉は自分の体の不自由さをいささかも引け目に思っていない。そして妹のおきも、格別姉をかばおうとはしていない。 兄弟は自分たちに課された条件に支配されず、自分たちの中に自分たちの人生を認めて疑わない。単に楽天的というのではなく、そこにある事実を認めて、少しもたじろがないだけのように見えた。お秋は彼のために仕事着を脱い、夕飯の菜を作って持ってきた。モンドの章もまた珍しい菓子や煎茶を買って送ったりした。 夜泣きうどんを始めてから、モンドのシが帰ってくると、お秋が朝飯をこしらえて待っていた。余計なことは何も言わないし、色めいた感情は全くなかった。たった一度だけ、お年が彼に向かって、なぜおかみさんをもらわないのか、と聞いたことがあった。わかりませんね。と、モンドのシは、少しドギマギしながら答えた。わからない。 男と女が一緒になるかならないか、世間では一緒にしようとするが、夫婦になることが、男と女にとって、それほど大事なことだろうか。そして彼は、あなた方こそ、どうして結婚しないのか、と反問した。兄弟は笑った。声に出して笑い、だって、もらい手がないからしようがないでしょ、と、笑いながら、お年が答えた。柔らかい髪型なまりの口ぶりには、 思わせぶりも、誇張も感じられなかった。姉は体が尋常でないから、もらい手がない、というのも、さして不思議はない。しかし妹は健康であり、気量も優れていい。また、気立ても優しく賢そうなのに、姉の言葉を自分の代弁のように明るく笑うだけで、自分の気持ちを隠したり、姉をかばっているような気配は少しも感じられなかった。ねえ、元さん。と言って、 おきは急いで口を押さえた。あら、ごめんなさい。気安くななんぞ呼んじゃって。これでいつも姉さんに怒られるんです。あんたっくらいおっちょくちょいはないって。私たしがお嫁にでも行ったらどうするのよって。門戸の将は胸が熱くなった。そういう門戸を交わす姉と妹の気持ちが、十九か二十歳ぐらいの娘たちといささかも変わらない素直な明るい女らしさに溢れていたからである。 この兄弟は、どんな不幸な巡り合わせにも、泣いたり絶望したりするようなことはないだろう。ここに何かがあるな。と、モンド章は思った。外側の条件によって左右されない。幸せも不幸せも、自分の内部で処理をし、自分の望ましいように変えてしまう。幸不幸は、現象であって、不動のものではない。そうだ。この兄弟の生き方、または、 そういう生き方のできる性格には学ぶべき何かがある。と、モンドノは思った。話を戻しますけれどね。と、おきは続けていた。あなたお一人では不自由でしょうお嫁さんをもらう気はありませんかそれともどこかにおかみさんがいるんですかどうしてまたそんな。あなたのところへぜひ来たいっていう人がいるんです。と言って、 おきはからかうような目まぜをした。綺麗な人よ。モンドのシは返事に困った。こんなか稼ぎの仕事をしていては、寮母どころか自分一人生きていくのもカツカツですからね。あなたより怠け者でも、おかみさんや子供の三四人も養っている人がいるわ。それはおかみさんや子供たちも稼いでいるけれど、夫婦親子となってみれば、そんなこと当たり前でしょ 稼ぎのことなんか心配はなくってよ。私は、と、モンドのシは口ごもりながら言った。私はもう少し一人で稼いで、うどん屋の店を持ちたいんです。一軒の店を持つまでは、一人でいるつもりですから。しんどいのね、と、お秋が言った。そんなに固く考えなくたって、人間の暮らしなんか別に難しいことはないんじゃないかしら。そして、 その人は大層美人だし、あなたに夢中なのよ、と、おきは付け加えた。九の四、お脇の持ってきた縁談の相手は、モンドノにもおよそ見当がついた。タヌキ棚と呼ばれるその長屋の、路地へ入った二軒目に、母と娘の二人暮らしの家があり、その二人が、モンドノの出入りごとに、日和の挨拶をしたり、お愛想を言ったりする。 その時娘のあからめた顔やまぶしげな眼差しには心を通わせようとする思いがそういうことには疎い門戸の章にもありありと感じられた。俺もそういう年になったのだな、と彼は思った。お秋がそんな演談を持ってきたことで彼は自分が十六歳という年になっていることを実感しそのことに驚きを覚えた。彼はそれまで 自分の年齢などを考えたことはなかった。俺には年はない。と、若い頃、自分で自分を戒めた。安倍小三郎でもなく、三浦モンドの将でもない。十六歳でもなく、二十三でもない。そういう名や年齢にとらわれないところに、自分の存在があるのだ。彼は自分にそう命じおよそそのように生きてきた。お秋の話に驚いたのはそのためであり。 彼は改めて自分が36歳になったことを正しく認めるべきだと思った。俺に年齢はない。と、モンド章はお秋の帰った後でつぶやいた。けれども人間には年齢がある。自分で認めようと認めまいと、俺が36歳だという事実を変えることはできない。8歳だったあの時に8歳ではなくなったが、36歳の今。 この年を認める方が自然だ。浅部谷町のこの長屋町にも独身の男や女は少なくない。男たちは日雇い人足か行商。女たちは内職をして一日しのぎの生活をしている。モンドノショはそこそこ三年彼らの生活を見たり聞いたりしてきた。男と女の乱れた関係や喧嘩、殺傷沙汰、法を犯して縛られるもの 親子心中や夫婦心中など、耳を覆い、目を塞ぎたくなるような出来事が、毎日のように起こったし、それらの中には、金や政治では救うことのできない、人間本来の私欲というものが強く感じられた。そうだ。彼らは政治の善悪や、経済的変動の外にいるのだ。と、モンドノショウは、またつぶやいた。あの、お年とお秋の兄弟を見ろ。 フグのお年は自分がフグ者だということを素直に認め、それを恥ずかしいとも悔しいとも思ってはいない。お秋が三十五歳の今日まであれだけの気量で嫁に行かないのはおそらくフグの姉のためだろうが、そんなことはちりほども考えたことはないようだ。そしてこの俺に嫁の世話をしようとさえしている。あの兄弟にとって政治の良し悪しや経済的な偶不遇は問題ではない。 常に今日生きているという事実だけで十分なのだ。彼は勝ち組屋敷の人たちのことを思い、荒畑の人たちのことを思った。条件によって生活を支配されるものと、どんな条件の中でも自分の生活を作っていくものとがある。大きく分けてその二つの生き方があり、そしてそのどちらも人間の生き方なのだ、と彼は思った。 おきと姉の生き方を学ぶべきだ。と、モンドのシはつぶやいた。今俺は多くの危険に取り巻かれている。それは俺たちが反省を復元しようとして動いているためだ。危険はそれに伴っているし、いつ死に襲いかかられるかもしれない。この仕事を放棄すれば危険は除かれ、死の襲いかかることもないだろう。しかし、俺たちは今、 課されている仕事を放棄することはできない。そうだ。ここに何かがある。と、モンドノはまた思った。おアきとその姉とは、40歳と35歳になる。フグの姉を抱えて35歳になるおアきは、世俗的に言えば、今期を失っただけでなく、結婚するということさえ、ほとんど不可能であろう。けれども、兄弟はそんな条件には支配されず、 自分たちの生きたいように生きている。そして、自分たちの結婚には何の未練もなく、人の縁談をまとめようとしている。もしも俺が、自分の置かれた条件の支配を認めなければどうか。お秋が他人の縁談に心を配るのは、女の根気ということに支配されていないからだ。俺に、それができるだろうか。と、モンドノはつぶやいた。人目をしのんだり、 命を狙う手から逃げながら敵の動静を探る。こんなことは上んだ。これは俺たちが置かれた条件に囚われているからだ。この条件を認めなければどうだろう。そんなものを無視したらどうだろう。自分たちと、おきとその姉の条件とはまるで違う。けれども、そこには何か共通なものがあるようだ。と、門戸の将は繰り返し思った。 相良が下屋敷詰めになった、と津田大吾が座るなり言った。相良大学が下屋敷詰めになったんです。後期です。後期とはどういうことだ殿を救い出す機会ができたということです。無理をするな。準備ができたということです。とにかく、司祭を聞こう。大吾は語った。下屋敷の奥病口から正春を連れ出し、 そのまま神屋敷の正門から入るという手順だという。神屋敷にいる松次郎、それが松次郎様だとして、それを取り巻く六条図書一派がどう動くか、その一瞬が勝敗の分け目だ。賭けに近い冒険ではあるが、やってみる値打ちはあると思う。あなたの意見はどうか、と第五は言った。危ないな。そう簡単に行くとは思えない。 門戸の将は静かに答えた。それに、下屋敷にいるのが殿だというのは俺の推測で、事実を突き止めたわけではないんだから。いや、事実ですね。まもなく佐良から知らせてくるでしょうが、私は殿に間違いないと信じます。いずれにせよ、その話は単純すぎる。失敗すれば二度とできなくなるだろうから、もう少し慎重に計画を練ってみよう。と、門戸の将はなだめた。 もちろん計画はよく練りますよ。と言って、醍醐はちょっと微笑した。何しろ、六条一味は長い年月をかけて計画したというのに、五年にもならない現在、すでにその計画が好きだらけであり、あなたの言う財政的にも上方資本のため、がんじがらめにされてしまいましたからね。あの後、岩六から手紙で、詳しくそのことを書いてきました。だから計画を入念に練っても、練らなくても、 同じことではないか、という皮肉が、大吾の言葉に含まれていた。しかし、モンドのシは、その皮肉は聞き流して、人間の計画することに、完璧なものはない。大抵隙があり、不備なところがあるものだ、と言った。手追いの獣は、危険だという。モンドのシは、なだめるように続けた。今の六条一味は、それによく似ている。彼らは自分たちの手違いに気づいて、 それを隠蔽しながら、何とか正道に乗せようとしている。そのため不満を抱き、反抗しようとする者には、極度に警戒し、詐欺の目を光らせているようだ。下屋敷にいるのが、紛れもなく殿だ、ということを確かめるのが第一。他のことは、全部その後にしよう。金を持ってきました。と言って、大吾は複鎖包みをそこへ差し出した。足りなければ、また都合してきます。いや、 これはいらない。門戸の将はその包みを押し合った。金は持っているし、これからも金の必要はない。その元が預かっていてください。私は狙われている体なんだから。大悟は黙って頷き、包みを取って懐へ押し込んだ。相良はここへ知らせに来るそうです。彼は私の居所も知っていますから、その知らせによっては、翔太と四人で会いましょう。 さっさや小野田ら四人、高森総兵衛らとも連絡をつけておきたいと言おうとして、モ度の将は口をつぐんだ。十九の五。松次郎と思われる藩主は、帰国のいとも恋にも参勤の挨拶にも退場へ上がらず、病弱と称して、江戸画郎が代役を務めた。去年は帰国の年に当たっていたが、同じ理由で帰国せず、 来年の帰国もおぼつかないということであった。モンドのシの生活は辛抱という一点に絞られていた。耳と目を油断なく働かせながら、できる限り人の目につかないように振る舞う。最も大切なのは金を使わないこと。女と、そして特に新しい知人を持たないこと。この三条は固く守られなければならない。五月になると、 モンドノショウは夜泣きうどんをやめて、冷麦とそうめんの夜売りをはじめ、それがかなり好評を得た。そして彼の生活の中へ、千代が入ってきたのだ。千代は二十一歳、前に弱気が縁談を持ちかけた娘で、長屋の入り口の二軒目に母親と住んでいる。小柄でちょっと太りじしで、物言いもはきはきせず、その目だけが言葉よりもはるかに深い多くの思いを、 モンドノに呼びかけているようであった。とは、様々だな、と、モンドノは、一人でつぶやいた。妻の鶴は自意識が強い。何事も、自分を主体にして考えたり行動したりする。七重は理屈なしに、自分を男に捧げるだけだ。そして千代は、千代の中には、男の入ってゆけない何かがある。柔軟で控えめでいながら、 どこかにこちんとしたものがあり、どんな男でもそこへ入って行くことはできない。お千代には、もっとも心を許してはならない。母の名はお民といい、娘と二人でおもちゃの内職をしていた。問屋の注文でおかめやひょっとこの麺を作ったり、張り子の虎、祭りの花傘、手まり、泥人形、その他何でもこなすし、それが皆好評らしく、いつも仕事に追われているし、 したがって、生活に困るなどということもないようであった。おちよははじめ、手作りの寿司とか、赤飯などを届けに来た。そしておわきと姉のおとしは、彼の衣類の洗い張りや下手直しを引き受け、おちよは食べ物の世話をする、という風うに、自然と落ち着いていった。モンドのシは、今でも道具や材料を借りている。こういう町には、非かせぎ用の書道具を貸したり、 うどん、そば、豆腐、おでんなど、それぞれ、煮たり売ったりして、おろす店がある。そうめんやひやむぎなども、大釜で茹で、水にさらして玉にしたのをおろしていた。門戸のシは、汁と薬味だけ自分で整え、荷台や七輪やどんぶり、箸、そしてそば、うどん、ひやむぎなども、一日ごとに、借りたり、おろしてもらったりした。もとさんは、好きのない人ね。 ある時弱気がいった。こんなところにいる、一人者の男と来たら、稼いだだけみんな酒か女遊びに使ってしまうし、気が向かなければ稼ぎにも出ないで、悪酒によってごろんねでもすると決まっているわ。うちの中は散らかし放題、うきを持つことも知らない。あれじゃ一生うたつが上がらないのは当たり前よ。そこへ行くと、元さんはまるで違う。あんたは、 こんな長屋にいる人ではない、と彼を褒める言葉が続いた。それから、お千代の母親のお民が、東北の田舎育ちで、うどんの打ち方が上手であり、その味も商売物とは比較にならないこと、そして値段も店で仕入れるよりずっと安いことなど、熱心に話し出した。いい性分だな、と聞きながら、モンド章は思った。 他人へのいたわりや愛情を、これほど素直に、温かく表現できるということは、美しいというよりも、羨ましかった。あら、嫌だ。聞いていらっしゃらないの聞いています。と、彼は答え、微笑しながら頭を振った。そして、なぜそんな話を持ち出したのかも、わかっています。あら、それどういうことせっかくだが、前にも言った通り、 自分の店を持つまで、私は女房はもらいません。お秋は、方をあからめた。うどんとそのことと、何の関わりがあるんですか私は二台も、丼や箸も、しんがりだし、うどんやそうめんをおろしてもらう店にも義理がある。あなた方の親切はよくわかるが、どうかその話は、よしてください。お秋はまじまじと、 モンドノショの顔を見守った。とさんあんた、あだうちでもするんじゃないのそうかもしれない。と、言おうとし、そんな風に見えるかと、言おうかと思ったが、どちらも、口に出すことはできなかった。モンドノショは苦笑いをしながら立ち上がった。気に触ったんですかと、お脇が言った。いやあ、友達と会う約束があって、出かけるのだ。 彼は答えた。嘘ではない。モンドノは、さっさ義兵から手紙を受け取っていた。持ってきたのは町美客で、差出人の名は佐兵となっていた。しかし、その字を見たとき、さっさだということがわかり、指定された場所と時刻を読むとすぐに、その手紙は燃やして灰にし、細かく砕いて捨てた。そこは、谷町を溜池の方へ下がった。 赤坂の田町五丁目で、俗に麦飯と呼ばれる岡場所の亀屋翔介という店であった。そこには、大店が九軒、切り店という小店が百二十四軒あるという、立派に会所もあって、京城持ちと見えるものや、風邸の悪い客は寄せない、と言われていた。亀屋は、大店の一軒で、岡場所という遠慮から、表構えはつつましく、 戸口も狭く作ってあるが、二階建ての家の内部はがっしりとして、柱や階段、廊下などは綺麗に吹き込んであった。案内したのは、五十余りの上品な女で、女将か雇い人かわからないが、こんなところにいるような人柄ではなかった。二階のその座敷には、さっさと高森総兵、そして他の知らない顔の若者は、正田信吾であった。 ボンドのシーはコアキンド風にこしらえてきたが、三人は侍姿のままで、思考の禅が四つ据えてあり、女は一人もいなかった。受けましたね。挨拶が済むとすぐにさっさが言った。もっとも、お互いのことでしょう。私は妻に白髪を見つけられました。こんな場所であって大丈夫か、とモンドのシが言った。 私は不安内だが、こういう場所はいつも見回りが厳しいのじゃないか大吾さんがこの家の主人と親しいんです、と正太が答えた。それにここは会所が取り締まっていて、町わりの役人は滅多に来ないし、我々が監視されるようなことは絶対にありません。妖談にかかろう、と門戸の将が言った。下屋敷に寄られるのが、 まぎれもなく、殿だと分かったそうです。と、さっさぎ兵が言った。殿は、一日に一度、一時余りずつ庭へ出られ、一度は乗馬、一度は弓をいられる。もちろん警戒は厳重で、おそばはいつも、六畳一味のものが取り囲んでおり、的場は笠木兵を回して、その外にも万死が立っているため、木戸口にさえ近寄れないということです。それはもう、飽きるほど聞いてきた。 しかし、事実は事実です。と、翔太が言い返した。神屋敷も同様、その警戒ぶりは、気違いじみたものなんです。同じ屋敷の中で、同化中の侍同士が、誰が味方で誰が敵かと、互いに疑い合っている状態なんですから。それで、と、後を促すように、門戸の将は何も言わずに、翔太の顔を見守った。ところが、と、翔太はもじもじした。 ところが十日ほど前、殿が落馬され、横田閣僚という医師が呼ばれました。閣僚は辞して町医者になっていたが、その住所が分からなかった。老医は爺の職を追われた時、身の危険を感じて転居していたらしい。正春は閣僚を呼べと言い張り、下屋敷の者たちは八方に飛んだ。その時相良は私が住所を知っています。 申し出たのです。19の6。横田閣僚という名を聞いて、懐かしいなと、モンドノショウは思った。16年ほど前、国元で彼も閣僚に治療を受けたことがある。伊関川の下半で三人の死角を切った時、彼も傷を負い、熱い盛りを六十四日も寝た。 閣僚はその間ずっと曲がり町の家へ通ってき、一日中詰めて治療をし、食事の献立までしてくれた。その時の個性の強い動作や口ぶりが思い出されて、モンドノは胸が熱くなった。初めのうち、相良は迷ったそうです。と、翔太は続けていた。G を解任された時、身を隠したのは命の危険を感じたからでしょう。 それはここにいるサッサさんや高森さんも同じだったと思いますが、老職交代の時には、殿の息のかかっていると思われる人たちは皆、自分がいつどんなことになるか、検討もつかないし、逃れる道もなく、みんな死ぬ覚悟をしていたんじゃないでしょうか。閣僚もそのために身を隠した。しかし、佐良は知っていた。佐良大学の母の妹が閣僚の長男の、 妻だったからだ。迷ったけれども、相良はやがて気がついた。松次郎様なら、どうしても閣僚を呼べと、くどくこだわるはずはない。閣僚は、ひだの上正春の G だったのだから。とすれば、真実を知るためには、またとない機会だ。かけてみる値打ちは十分にある。あとは閣僚その人の意思に任せよう。と、相良大学は決心した。 司祭を聞いて、横田さんは承知したそうです。と、翔太は言った。そこで二人は打ち合わせをし、誠の殿であったら治療の帰りに返しを落とす、という約束をしたのだそうです。それで横田さんは、と、門戸の将が聞いた。下屋敷へ行かれたのか。翔太慎吾は頷いて答えた。帰りに懐紙を落としてみせたそうです。 落馬された傷は、左足の骨折だというだけで、まだ詳しいことはわかりません。翔太はモンドノに答えて、さっさと高森を見た。あとはお二人で話してください。津だから、いつかお話したはずですが、と高森が低い声で言った。殿を下屋敷から救い出し、上屋敷へ移っていただこうということです。 それには理由がある。と、さっさがすぐに言った。上屋敷では、松次郎様は隠居され、五弱男の新太郎正時様を、後目として、抗議へ願い出ようとしている様子なのです。門戸の将は、きっとさっさ義兵を見た。その新太郎様とおっしゃる方のお年は、13歳です。と、翔太が答えた。13歳で、背丈は五尺一寸、超えていて、 いかにもたくましく見えるんですが、頭は六七歳。はっきり言えば、白地も同様なんです。ああ。と言って、モンドノショウは片手を挙げ、正田慎吾の言葉を遮った。それで、と、モンドノショウが、珍しく咳立てるように聞いた。他にお子たちは姫様方お三人、そのうちのお一人も、慎太郎様と同じ御用代です。と、さっさが答えた。 また、下屋敷におわす殿には、姫様お二人、いまだにお世継ぎのご出世はありません。門戸の将は、章田に言った。横田先生のことは大丈夫だろうか相良がうまく計らったそうです。治療には通っておられるのか詳しいことはわかりませんが、横田さんが治療法を細かに指示して帰ったと言いますから、一度だけではないかと思います。 廊下に足音がし、声をかけて津田大吾が入ってきた。今日は目倉島の木綿の着物に三尺を締め、銅山柄の斑点を羽織っている。髪も町人風に言い、髭をきれいに剃って、見違えるような男ぶりになっていた。そんなにじろじろ見るなよ。大吾は誰にともなく行って座った。俺だって、いつも山賊見たような格好でいるわけじゃないんだ。 そう言っている後からすぐに、女中が敷物と禅を持ってきた。大悟は敷物の上に座り直し、禅を前へ引き寄せた。相談は決まったんでしょうね。事情はあらまし聞いた。と、モンドノが言った。彼らはことをできるだけ複雑にしようとしている。ことに、新太郎様のことが事実だとすると、もう待ってはいられないだろう。待ってはいられない。 大吾は片手をゆらりと上げ、それを片膝へ打ち下ろした。冗談じゃない。我々は待ちすぎたんです。今言ってもしようがないが、私が狸棚へ行った時にやるべきだったんですよ。青梅を食べると中毒するぞ。と、正田慎吾が言った。どう時期を誤れば、梅の実は落ちて腐ってしまうさ。と、大吾がやり返した。モンドロショウは密かに。 さっさ義兵の表情を伺っていた。この男は敵か味方か、園庭工事の妨害に何かの形で関係していたのは事実だ。六条一味は園庭の廃止を断行した。工事の妨害が園庭の廃止とつながっているとすれば、さっさは敵に加担していると見なければならない。仮にそうだとすれば、殿の救出はそのまま一味に知られてしまうだろう。 他の時ではない。これは今こそ、真偽を確かめる時だ。と、モンドノショは思った。ちょっと、と、モンドノショは言った。さっさと二人だけで話すことがある。すぐ済むから待っていてくれ。正田の広げた図面の方へ、すり寄ろうとしていた四人は、げんそうにこっちを見た。モンドノショは、さっさに目配せをし、立って廊下へ出た。 さっさはすぐについてき、二人は階段口の踊り場まで行った。そこで立ち止まったモンドロショは、振り返ってさっさの顔を見つめ、そして素早く腰の脇差しへ目を走らせた。そのもととは長い付き合いだ。と、モンドロショは声を潜めて言った。今日は本心が聞きたい。嘘を言っても私を騙すことはできない。それはわかるだろうな。 さっさぎ兵は頷き、腰の脇差しをさえごと取って、モンドノに渡した。モンドノは、それを左手に持ち、同じ低い声で質問した。聞き終わると、さっさは長い吐息をついた。そのことは、初めに話したかった。と、さっさは静かに答えた。しかし、厳しく公外を禁じられていたので、あなたにも話すことができなかった。妨害に、 関係していたのだな。関係していたというより、私の指図でやったことです。ボンドの将は深く息を吸い込んだ。何のために工事を無事に完成させるためです。と、さっさは言った。実際に効果があったかどうかはわかりませんが、効果の有無が不明だということは、役に立ったという証明だと思うんです。私には意味がわからない。殿のご意思でした。 さっさは続けていった。席の増築には反対者が多い、現状を変えたくない人々、豪農や五人衆や重心諸行にも反対の機運の強かったことは三浦さんもよく知っておられたでしょうあなたは殿に工事を延期するようにと言われたはずです。門戸のロは用心深く頷いた。確かに、そう申し上げなければならないような情勢だった。 それを断行された殿は、工事を妨害しようとする者が出るだろうと推察されました。豪農たちか、五人衆か、重心諸行か。いずれにせよ、妨害の手は、必ず動くものと思われ、その手を封じるために、こちらで偽の妨害という手段を取ったのです。協力をしたのは、大阪から来た妊婦頭の久米五郎というもので、妨害は、ほんの見せかけであり、危険のない程度に限られた。 二股の小屋で極秘にすると相談が決まったけれど、妨害者が侵入しているという噂は人足たちの耳から耳へと伝わり、工事場全体に警戒心が広まっていった。現場に妨害しようとする者がいたとすれば、もちろんこの噂と事実等を知って、誰か他の者がやっていると思うでしょう。と、さっさは続けた。そう思わなくとも、工事場全体の あの緊張した警戒心の壁を破るほどの冒険をするものはなかったと思うのです。モンドノは持っていた脇差しをさっさに返しながら微笑した。妨害者のことを殿が知っておられたのは当然だったのだ。父、お前も俺もそうとは知らずにうまく振り回されたな、とモンドノは思った。孔さだな。まさに孔さだ。 と言って、モンドロショウはさっさの肩を叩いた。それほどの人とは思わなかった。俺たちは真実頼みがいのあるとの思った。さ、戻って相談にかかろう。狸棚にて。ええ、話してみたわ。お秋は針を動かしながら言った。でもね、あの人、お店に義理があるでしょ義理ですって お千代が聞き返した。ええ、そう、と、おわきはうなずいた。体一つでここへ来て、お手振りから夜泣きそばを始めるまで、いろんなところの世話になったわ。中でも夜泣きそば屋は担ぐ屋台や道具なんか、みんなその日のちんがりだし、うどんやそばをおろしてもらう店も決まってるでしょそういうところに、自然とギリができるのお姉さんは、 自分のことのように言うのね、と、お千代が口を挟んだ。気をつけて聞いてると、もとさんがそう言ったんじゃなく、あなたが勝手に話をこしらえてるような気がするわ。お千代の棘のある言葉に、お秋はびっくりして目をあげた。二十一歳だというお千代は、小柄でふっくらとした体つきと、丸顔にいつも微笑を浮かべているような、おとなしい娘だと思っていた。 おたみという母親も気のいい女で、作るおもちゃも問屋の受けがよく、この長屋では、おわき兄弟と共に暮らしの楽な方であった。今、おちよのげのある絡むような口ぶりを聞いて、おわきはびっくりすると同時に、何かしらこれまで騙されてきたような腹立たしい気分に襲われた。あんた、変なこと言うわね。と、おわきは縫い物を膝へ置き、 髪型なまりのある、けれども、きりっとした調子で言った。私たしは頼まれたから、あの人に話したんだし、あの人が言ったことを、そのままあんたに話しただけよ。何のためにあたしが、こしらい話なんかしなければならないのあきちゃんと、姉のおとしが、縫い物をしながら、向こうから言った。お茶でも入れたらおちよは、めげなかった。お姉さんは、と、お千代は、 まっすぐにおわきの顔を見つめていった。お姉さんは、あの人が好きなんでしょ本当はそうなんでしょおわきさん。おちよさんと、おとしが言った。いいのよ、姉さん。と、おわきが静止した。この人、何か言いたいらしいから。私たし、聞くだけは聞いてみるわ。さあ、おちよさん。何が言いたいのか、おっしゃいよ。おちよもまた、 おわきの口調に驚いたらしい。おそらくこれまで、おわきが思いやりのある、世話好きなだけの性格だと信じていたのだろう。それが今ぴしりと平手打ちでもくれるような、はぎれのいい言葉つきにあって、分別を忘れた自分の高ぶりが、水を浴びたように冷えるのを感じ、すぐには返事もできないようであった。ごめんなさい。と、おちよは恥ずかしそうにうつむき、膝の上で、 両手の指をきつく締め合わせた。あたし、どうかしていたんです。なぜ今のようなことを言ったのか、自分でもわかりません。そうじゃないわ。あんたは今、あたしが元さんを好きだって言ったでしょそれは嘘じゃないでしょお姉さんとあの人は、向こう前に住んでるし、歳だって似合いだし。と言って、お千代はおきの目をじっと見つめた。 あの人の着るものの世話をしたり、食べ物を持って行ってあげたり、情の移るのが当たり前だわ。あきちゃん、と、また、姉のお年が言った。何かお菓子があったでしょお茶を入れましょうよ。そうよ、と、姉には構わずに、お秋は言った。情が移るってことは確かよ。でも、それとこれとは別だわ。はたし、あんたに頼まれたとき、 本当にこの縁がまとまればいいなと思ったわ。でも、あんたはそうは思わなくなった。はたし、はじめに断ればよかったわ。ごめんなさい。はたしが悪かったわ。おちよは、素直に頭を下げた。あたしも、何がなんだか、わかんなくなっちゃったわ。落ち着くのよ。おわきは手を伸ばして、おちよの膝を優しく叩いた。あんたの言う通り、 私はあの人が好きよ。着物の面倒を見てあげたり、何かうまいものを作った時は持ってってあげるわ。もう三年のあまりもそんなことをしていれば、親身な気持ちになるのは当たり前でしょ。けれども、それ色恋とは別のものなのよ。あんたも私ぐらいの年になればわかるでしょうけれどね。私、お姉さんにはかなわないわ。と、お千代が言っているとき、 戸口に人の訪れる声がした。お秋は返事をし、上がりが町へ出て行った。戸口のところに、二十七八の人足風の痩せた、背の高い男が立っていた。はい、何か御用でしょうかここは、狸なって言うんでしょうか若者は、鉛のある口ぶりで聞いた。浅部谷町の狸な、ここだと聞いてきたんですが。 ここは狸だなのよ人を探していらっしゃるのええ、その、そうなんです。と言って、若者は唇を押し拭い、ちょっとどもった。その、ここに、モンドっていう人がいるはずなんですが、モンドと、お秋は、口の中でつぶやいた。名は変えているかもしれない、と、背の高い痩せた若者は言った。年は十五六で、 渋い男前で、こう。若者は、手までで何かを表現しようとし、それが不可能だと分かって当惑し、照れたように笑い、頭をかいた。聞くけれど、と、おきが言った。あんたその人の何なのその人がいるんですかそうは言わないわ。おきはちょっと咳をし、それがひどく気取っているように感じられた。でも、 あなたその人の身内なんですか身内ならいいんですかお秋は困惑し、姉のお年とお千代に救いを求めるような目を向けた。そういう人は知りませんね。と、お年が柔らかな口ぶりで答えた。この長屋にはそういう人はいないようです。他を探してご覧なさるんですね。けれども、たぬき棚というのはここでしょう。 こういうところは人の出入りの多いものです。長く住み着く人はほんのわずかで、半年か一年もすれば顔ぶれがすっかり変わってしまうくらいなんですから。若者は顔をしかめたり、唇を噛んで頭を振ったりしたが、やがて礼を述べて去っていった。元さんじゃないのお千代が言った。きっとあれは元さんのことよ。なぜ断ったのお姉さん。 この子がね、と、お年は妹に目をやってから、お千代に答えた。あなたの話をしに行ったとき、元さんは、感づいたんでしょ決して嫁はもらわないって、頑固に言い張ったんですって。そうしたらこの子は、あなた、あだうちでもするんですかって言い返したんですって。無論、冗談半分に言ったことだが、元さんには、なんとなくそんな風なところがある。それを思い出したから断ったのだ。 お年は語った。そうね。あの人には、そんなところがあるわね。と、お千代がそっとうなずき、微笑しながら、その姉を見、妹を見た。よくわかったわ。私変なこと勘ぐったりして、ごめんなさい。姉さんの頭って、素ばしっこいのね。と、お秋が真面目な顔つきで言った。私が口を聞くと、ヘマばっかりするのに、姉さんったら一言で、 八方丸く収めちゃったじゃない。まったくすごいわ。バカね。何が八方と、お年が笑いながら言い、お千代は声を上げて笑った。二十の一。下屋敷の臆病口に着いたとき、翔太慎吾が門戸のノにそっと、無腰でいいのですかと聞いた。梅雨明けに近い夜半過ぎで、雨は降っていなかったが、あたりは、 真っ暗な闇であった。集まったのは三人。津田大吾と正田慎吾それに三浦門戸の将章で、笹木さ儀兵は加えなかった。遠亭工事の妨害の真相を聞いたとき、モンの将章はひだの神の周到さに舌を巻いた。けれども、それだけ余計に笹さに対する不信感が強くなった。理由は何もない。笹木さ儀兵は数学に詳しく、 マサハルの信頼も厚い。工事場で少年の父たちによって妨害者を捕らえたとき、その妊婦を逃したのがさっさだとほぼ見当がついてからでさえ、モンドノショはさっさが書くことのできない人物だと思っていた。けれども、何かがある、とモンドノショは感じた。何かそこの知れないもの、心の中をさらけ出して語り合えないようなものがどこかにある。 マサハルを救い出す瞬間に、どんな危険が出てくるかわからない、という不安があった。そんなことはないかもしれない。けれども、絶対にない、と、踏み切る自信はなかったのだ。人を疑うなどということはいやしい。俺がここで、さっさに疑いを抱くということは、昇進でいやしく、恥ずべきことかもしれない。けれども今は、自分を恥じている時ではない。今は、 俺の自尊心など考えている時ではない。門ンドノはそう思い、いささかでも器具のある条件は避けたのであった。これは刀など使う場合ではない。門ンドノは章打に言った。刀を使うようならやめるばかりだ。もちろん、どうしても刀を使わなければならないような事態が起こるかもしれない。しかし、私が合図するまで抜いてはいけない。 そこをよく、覚えていてくれ。承知したと、翔だと醍醐が答えた。臆病口のくぐり戸は空いてい,い、すぐそこに、相良大学が待っていた。相良は三人を入れると、くぐり戸を閉めて三を下ろし、こちらへ、と言って歩き出した。屋敷の中は三人とも不安内である。相良の後について行くうちに長い池垣があり、 仕切りべえがあり、小さな木戸口を抜けた。この間に二度、野蛮と思えるちょうちんの明かりを見たが、距離はかなり遠かったし、相良は気にもかけなかった。まだ遠いのか、と、大悟が聞いた。手順にくるいはないだろうな。もうすぐです、と、相良が答え、それから立ち止まって耳を澄まし、様子を伺ってから言った。ここで待っていてください。 一人でいいのかと、翔太が囁きかけた。この闇で、ここへ戻って来られるか大丈夫です。と言って、相良大学は闇の中へ去っていった。門戸のノは物悲しいような、裏さびれた感じに襲われた。これは盗みのようなものだ。殿をここから救い出すことは、俺たちにとって正しい。けれども、これは六条一味の裏をかくことになる。 不法に監禁されている殿を救い出し、歪んだご神聖を改正することは、領民全体に対する責任とも言えよう。だが、六条一味も不正を行い、私腹を肥やすというだけでやった仕事ではないだろう。彼らには彼らの理想があるのだ。将軍家が、己の血の通っているものを大名諸行の中へ移し入れようとする。それは昔から数え切れないほどしばしば用いられた作法である。 それによって、幕府がどれだけのものをつかみ、望んだような実行をどれほど得ることができたかどうか。おそらく、実際に役立った例は極めて稀であろうが、少なくとも幕府にはそうすることが幕府の生態にとって必要だと思ったから、そういう方法をとったのであろう。六条一味は、その幕府の権力を背景に、長い年月にわたって引任してきた席を初めて自分たちのものにした。 そしてその席を確保しようとしているのである。そのために彼らは力と知恵のある限りを駆使している。そのこと自体に悪はない。ご神聖に多くの誤りはあるが、誤りは現れた結果であって、緑上一味が私利私欲に溺れたためではないだろう。七万八千石の反省が私利私欲でやってゆけるはずはないからだ。長い年月、彼らは、 現在の席を待ち望んでいた。彼らはその席に座った。それを今、俺たちは転覆させようとしている。これは紛れもなく盗みだ、と、モンドのシは思った。どうかしたんですかと、大悟が聞いた。不審なことでもあるんですかモンドのシは手を伸ばし、大悟の肩をそっと叩いた。刀を抜くなよ。 モンドノシは囁いた。まもなく、蝶賃の明かりが見え、それがこっちへ近づいてきた。モンドノシはその一人が、数字の根巻きを着た、日田の上正春だ、ということを認めた。前よりも少し声、日に焼けた手足が、はるかに健康を増したように思え、モンドノシは、安堵の深いため息をついた。蝶賃を持っていたのは、相良大学であった。 何のために、人目につくちょなどを持っているのか、と、モンドノショはいぶかしく思った。マサハルは、大股に近づいてき、モンドノショの前で立ち止まった。大股に近づいてくるマサハルの足の下で、つ椎を吸った芝の湿った音が荒々しく聞こえた。お迎えに上がりました。と、モンドノショが、辞儀をしながら言った。 どうぞご一緒に。正春は大きな目でモンドノショウを睨んだ。久方ぶりだ。と、やがて正春が言った。達者らしいな。モンドノショウはゆっくりと抵当した。女王とは、うまくいっているかモンドノショウは口を開き、それから大きく一遊しながら言った。どうぞこちらへ、時間がございません。 両方とは、うまくいっているかと、正春が言った。今夜のことは、と、モンドのシが言った。殿もご存知かと思っていましたが。知っている、正春は、モンドのシの言葉を遮って言った。知ってはいるが、今は俺が、モンドのシに聞いているのだ。俺の問いには、答えられないのかおぼししのほどがわかりません。 私どもは、殿をここからお連れ出し申すために命を懸けているのです。どうぞこのまま、私どもとご一緒に。俺はここにいる。正春は静かに首を振りながら言った。いつかモンドは、俺が席の工事にかかろうとした時、今は早い。もう数年先まで待ってくれと言った。今度は同じことを俺が言う。俺のことは、もうしばらく待ってくれ。 今度の計画は、うまく行きすぎた。物事がこんなに故障なく、うまく行きすぎるというのは不自然だ。そればかりではない。と、正春は力のこもった口ぶりで続けた。彼らは今、大きな壁に突き当たっている。兄が将軍家の血を引いているということを唯一の頼みにしてことを起こしたが、根本的に反省を刷新するという具体案を持っていなかった。 今、神聖と、彼らの言う政治のやり方は、ただ、俺のやったことを壊すだけが目的で、新しい効果のある祭り事は何もやってはいない。殿は、と、モンドのシが反問した。それをどの程度までご存知ですか俺は、めくらでもつんぼでもない。それならなおさら、殿がこのまま閉じ込められておられる時ではないと、お思いにはなれないでしょうかいや、 そうではない。マサハルは片手を振って遮った。そうではないんだ。彼らは今、自分で墓穴を掘っている。その墓の底はもう見えている。私どもはそれよりも、殿のご一心のことが大切だと思っているのです。無用だ、とマサハルがきっとした口ぶりで言った。俺のことは心配するな。彼らがもし、俺を消すつもりならば、というより、 彼らにそれだけの自信と決意があったら、初めに俺の寝首を書いていただろう。そうは思わないかモンドのシは答えなかった。20-2<の>モンドのシには答える言葉がなかった。彼らには俺を殺すほどの自信も決意もなかった。と、マサハルは続けていった。彼らは機会を一したのだ。 彼らには、もう俺に手を出すことはできない。真実、そうでしょうか世の中に、真実そうだと言い切れるものがあるかと、正春が反問した。俺が家督を相続したとき、こんなことが起ころうとは夢にも思わなかった。しかし、ことは起こった。彼らが俺に、これ以上何もできない、というのも、俺がそう認めただけで。 それが五人であるかどうかはわからない。おそらく、誰にも真偽の判別はできないだろう。だが俺は、自分の勘に誤りがないと信じているし、その信念が壊されるまでは、信じたことに揺るぎはないと思う。それが人間の生きている証明ではないのかお言葉を返すようですが、と、モンドノが低い声で言った。殿は今、彼らが墓穴を掘っており、 その底もすでに見えていると仰せられました。もしも彼らがその事実に気がつきましたら、このまま殿をご安泰に置くでしょうか。それは落雷を恐れるようなものだ。と言って、正春は微笑した。提灯の明かりで、正春の白い歯がはっきりと見えた。どこへ、いつ、雷が落ちるかと心配しても、現実には何の役にも立たない。彼らははじめに、 俺の命を縮めるべきだった。それが彼らにはできなかった。ここをよく考えてみろ、モンドノショウ。初めにできなかったことを今になって慌ててやることができると思うかモンドノショウは圧倒された。マサハルの自信の強さにはらいばりでない実感がこもっていた。モンドノショウは心の中でまた舌を巻き、これほどの人物とは知らなかったと。 改めて思った。殿は俺たちより一枚上だ。一枚どころか、はるかに人間としての格が違う。と、モンドのシは思った。俺のことは心配するな。と、マサハルは言葉を刻みつけるように言った。彼らが行き詰まることは、もう目に見えている。お前たちが無理をするまでもない。彼らがありの松次郎を表面に出せないのは、 将軍家にお目見えをしていないからだ。そして苦し紛れに新太郎を立てようとしているごまかしだ。けれども、それが後期に認められましたら、千に一つだ。正治は振り向いて三歩歩き、三歩戻ってまた、門戸の将の前に立った。新太郎は白地に近い。彼を将軍家との対面に出すというのは、千に一つの冒険だ。 彼らにそんな勇気があると思うかボンドのシは考えてから言った。私にはその賭けは大きく、また危険すぎると思いますが。身の歳の騒動この方、大きな賭けは続いてきた。今は長い年月にわたって生んでいた腫れ物が潰れたようなものだ。亀裂の入った崖の亀裂が剥げ落ちて、新しい不動な岩が出たようなものだ。 これからは、破れた腫れ物の治療をし、新しく露出した岩を崩れないように固めることだ。急ぐな。と、正春は言った。江戸のことはいい。モンドは国元へ帰れ。正春はそう言い、片手をモンドの将の肩にそっと置いた。俺のことは心配無用だ。国元へ帰って、待っているがいい。もう一度言うが、決して急がないことだ。 くどいようだが、念を押しておくぞ。モンドノシは静かに抵当し、では、これで別れると言って、マサハルは相良大学を連れ、大股に去っていった。遠ざかってゆく超鎮の人、その明かりに照らされたマサハルの後ろ姿を見送りながら、モンドノは目の熱くなるのを感じた。俺たちには、一言もお言葉なしか、と、津田大吾が言った。 白状な人だ。最も昔から白状なところのあるお人だったがね。帰りましょう。と、正田信吾が言った。私たちの役目は済んだようですから。三人はきびすを返した。あら、嫌だ。と、おきが言った。お帰りになるって、お国はどちらなんですか山栗です。と、門戸の将が答えた。 奇襲の、と、彼はちょっとどもった。奇襲の木の川の川上で、本当の山がです。おかみさんでも、待っていらっしゃるんですかあきちゃん、と、姉のおとしが言った。モンドの将は、微笑した。とんでもない、そんなんじゃありません。ただ私には、お江戸のような人の多い土地は、水が合わないんです。根、ね、っからの田舎者には、やっぱり田舎の方が、暮らしやすいようですから。 嘘ばっかり、と、おきが睨んだ。では、せめて、と、おとしが妹の言葉を遮って言った。お別れの真似事でもしなければね。そんなお金、あれはしないじゃないの。形ばかりよ、と、おとしが言った。その時、筋向こうの門戸のロの家で、訪れる人の呼ぶ声がし、ちょっと、と言って、彼は立ち上がった。 出て行ってみると、戸口に来ていたのは、相良大学であった。相良はもう、人目を忍ぶ様子はなく、傘もかぶってはいなかった。殿に仰せつかってきました。相良は、モンドのシを見るなり言った。これをもって、国元へ帰るようにとのことです。そして、四角い複鎖包みをモンドのシに渡した。上がらないか、と、モンドのシが言った。 急ぎますから、これで。なんだろう。門戸の将は受け取った包みを見た。相良は中のものを知っているか杉田玄白という蘭学者の著書で、一冊はまだ世間に出ていない、蘭学ことはじめという書物の写本のようです。と、相良が答えた。とのご自身が筆者されたもので、誤りがあるかもしれないから、そのつもりで読むようにとの仰せでした。門戸の将は目を細めた。 少しも遊んではいらっしゃらないんだな。横田閣僚さんが申し上げたらしいんです。と、相良は苦笑いをした。俺に医者になれというのか、と、初めにおっしゃいました。横田先生はその時、病気にかかるのは人間ばかりではない。世の中も病んでいる時がある。人体の病気も世間の病気も似たようなものだ。そうでなくとも、書物というものは読んでおいて損はない。 という風うに言われました。モンドノシは複鎖包みをそっと撫でた。殿には、いつも先手を腐される。と、つぶやき彼は相良に言った。確かに、お預かり申したと申し上げてくれ。私は、これで帰ります。と、相良が授業しながら言った。どうぞ道中、つがなく。モンドノシは黙って餌食し,した。 モンドのシは包みをしまい、家の中へ入り、何の飾りもない、ガランとした、貧しい部屋の中を眺め回した。雨漏りのシみのまだらに出ている、すすぼけた天井や壁、わずかな衣類を入れる、縁の破れた氷や、古びて小葉のかけた茶箪笥、そして、これも古びて、壊れかけた火鉢など、人間生活の最低なあり方が、隠しようもなく現れていた。俺は、 この生活を忘れないぞ。と、モンドノショウはつぶやいた。俺はここで寝起きしながら、ボテ振りをし、夜泣きうどん屋をした。俺はここから抜け出すが、一生このようにして生きてゆく人たち、一生このような生活から抜け出すことのできない人たちが、無数にいるのだ。ここには、動かしようのない事実がある。俺は生涯、この事実を忘れないぞ。表で、 おわきの呼ぶ声がした。もとさんと、おわきが言った。あんたお刺身は赤いのがいいそれともトロのところ何のこだわりもない明るい声であった。彼は苦笑しながら、戸口へ出て行った。二十の三。七重は素早く跳ね起きた。ヤグの中で、モンドのシの手が伸びると。 まるで若竹の跳ね返るような素早い動作で跳ね起き、ヤグの上に座って寝巻きの襟を買い繕った。どうした門戸のノも起き直った。何が怖いんだナナエは寝巻きの裾前を直した。あたしも赤ちゃんを産むのが怖いんです。子供を産むのが怖いって八重を流産してから、と言って。 七重は肩を震わせた。あたし、あの子に進まなくって。モンドノシは七重の二の腕にそっと触った。そんな子はいなかった。八重などという子はいなかったんだよ。あなたにはそうお考えになれるでしょう。けれども、女は違います。自分のお腹に身ごもった子が、この世の日に当たることもなく、闇から闇へ葬られてしまったという哀れさは、 女にとって、誰でも一生、忘れることは、できないと思います。そうかもしれない、と、モンドの将が言った。けれども、ヤイという子はいなかった。ヤイという名も、お前が勝手につけただけだ。そうか、と、彼は言った。七ナは、あの流産した子のために、悩んでいたんだな。小太郎さんを、踏んではいけなかったんです。 小太郎さんを産んでからは、夜も昼も、八重さんの姿が目に浮かんで。知っている。モンドノシは遮っていった。だがそれは、盲念というものだ。どの方にはお分かりにならないと思います。私は、ただ男というだけではない。あの子たちと血で繋がる親だ。本当にそうでしょうか。と言って、七重は寝巻きの袖で、 顔を覆った。あなたは、生まれてきた小太郎さんでさえ、一度も抱いたり、あやしたりはなさいませんでした。まして流産した八重さんのことを、哀れだと思いになったことがございましたかもちろん男親が自分の子供を抱いたり、可愛がったりなさるのは、匂いものではございません。あなたが特に、白情な父親だったとは申しませんけれど、女は自分のお腹を痛めて、 赤ちゃんを産むのです。赤ちゃんのする席一つ、食欲のあるなし。張ったり、立ったりするのを見るときの、心配や、気苦労や、喜びが、どれほどのものか、到底、殿方には、お分かりにはならないでしょう。まして、流産してしまった赤ちゃんの哀れさ、すまなかった、申し訳なかったという気持ちは、あなたに限らず、殿方には、 決してお分かりにはならないと思います。子供を流産してから病人のようになってしまった七重の姿をモンドロショは生々しく思い出した。その子の男女の区別も無論顔形さえ彼は知らない。だが七重には分かっていた。顔立ちも声も手足もそしてはったり歩いたり姿も見えたのだ。小太郎が生まれてからは それがさらに鮮明になり、すまなかった、かわいそうだという気持ちが、彼女を白痴のようにしたのだろう。今、七重は、元のように回復した、昔のままの七重に戻った。小太郎の死んだことが、彼女にとっては、食材の役に立ったのだ。と、モンドノは思い、もう一度そっと、七重の二の腕に手をやった。わかった。お前の言う通りだろう。 彼は優しく囁いた。おやすみ。もう邪魔はしないからね。そして、門ンド章は横になった。七重がいつ寝たか、彼は知らなかった。一睡もせずに、流産したこのこと、死んだ小太郎のことを悲しんでいたのかもしれない。苦しそうな、どこかに激痛が起こって、それを耐えしのぶような、なくとも、うめくとも判別しがたい声を、 いくたびか聞いたように思う。しかし、モンドノショは江戸から帰ったばかりで、旅の疲れのために起き上がったり慰めたりする気力がなかった。そして目が覚めた時には、板壁の隙間から漏れる朝の日の光に顔を照らされていた。七重はいなかった。おそらく共同水地場へ行っているのであろう。彼は久しぶりに野良木を着、 すきと桑を持って小屋を出た。荒畑は4年前とほとんど変わっていなかった。掘ったて小屋の数も同じだし、開いた畑の増えた様子もなく、むしろ前に掘り起こした畑に、また笹やすすきの茂り出したところさえあった。田を作るために作った洋水堀も、そのまま枯れて石ころだらけであり、作物は木々ともろこし、かぼちゃ、芋、 トウモロコシ、人参やカブらやわずかなおかぼくらいのもので、それもこの荒畑の住民全部の食料をまかないるとは思えなかった。なんということだ。彼は目を細めて辺りを眺めながらつぶやいた。四年近く経つというのに、一体みんなは何をしていたんだ。彼は自分が大川の方を見ないようにしていることに自分で気づいた。 そこで小太郎が死んだという生々しい記憶があるからだろう。門ンドノは草や藪が梅雨に濡れ、芋の葉に水玉の溜まっているのを見た。その時、二三人の男たちの叫ぶ声がし、その中の一人が隙を振り回しながら暴れているのを認めた。門ンドノはそっちへ近づいて行き、隙を持った男は芋畑の中へ飛び込んで、持っている隙で芋の茎を薙ぎ払い始めた。 よさないか、肝臓。と、彼をなだめていた男たちの老人の一人が畑の外から叫んだ。おめえ、畑をめちゃめちゃにする気か。よるな。と、肝臓と呼ばれた男が隙を振りながら叫び返した。こんな荒畑なんぞ、何の役に立つこんなくだらねえ土地はぶち壊しちまうんだ。見ていろ。こうだ。こうだと言いながら、 また芋の茎をなぎ倒し始めた。そこへモンドノが歩み寄って行った。歩み寄って行きながら彼は、それが死んだ小太郎をオ川の水の中から抱え上げてきた男だ、ということに気がついた。彼はまっすぐに肝臓の方へ行った。肝臓はそれに気づき、振り向いて、隙を肩の上に構えた。よるなと、彼は歯を剥き出してわめいた。あ行け 寄ると、ぶち殺すぞ肝臓は、本気で打ちかかった。モンドのシは、打ち下ろす隙を避けもせず、身をかわしたとも見えなかったが、あっという間に相手を投げ飛ばし、馬乗りになって押さえつけた。気を沈めろ、肝臓。と、モンドのシは、静かに言った。何が気に入らないんだ。お前さんか。と言って、肝臓は泣き出した。声は出さなかったが、 顔全体を歪め、ポロポロと大きな涙のこぼれ落ちるのが見えた。どうしたんだ何があったんだ何でもねえ。どうもしねえ。と、肝臓は首を振りながら言った。ただ、こうしたかっただけだ。むやみにこうしたくなっただけだ。化けも何もねえだよ。そして、肝臓は声を上げて泣き出した。子供が感触を起こして、だだをこねるような泣き方であった。 モンドノショは彼を話して立ち上がり、畑の外にいる三人の男たちに、もう大丈夫だ、というふうに手を振ってみせた。お前さんは賢い人だ、と泣きながら、仰向きに倒れたまま肝臓が言っていた。お前さんは賢いし、学問もあるようだし、いろいろ難しいことも知っているようだ。けれども世の中には、お前さんの知らないことがいくらでもある。 どんなに賢く、どんなに学問があっても、それだけではわからないようなことが、世の中には山ほどあるんだ。ほらか今、なぜこんなことをし、なぜ泣いているかということが、お前さんにわかるか。世の中に、これは確かだと言えるようなものは何一つとしてない。汗水垂らして仕上げたものも、十年と経たないうちに捨てられたり、壊されたり、腐ったりしてしまう。 人間と人間の愛情だって同じことだ。一緒になれなければ死んでしまう。というほどの中でさえ、三年も経てば、お互いが飽きて、大あくびをするようになってしまう。と、肝臓は言った。二十の四。この荒旗だって、四年前には、みんなが心を合わせて、本気でここを伝授にしようとした。その本気が、いつまで続いたか。 たった四年にしかならない今、初めからいた人間は、たったの五人だ。と、肝臓は言った。彼はだるそうに起き上がり、体についた旗土を払い落とした。遺跡側から、捨てのえ水を引く席には、びっくりするような知恵や、大勢の妊婦の真剣な労力がつぎ込まれた。腕についた旗土をこすり落としながら、肝臓は言った。方水の時にも、 葉の席のために、どれだけの家や人が助かったかわからねえ。もしも席が出来上がって、捨てのに水が引けたら、三十丁歩以上もの、神殿が開けたはずだ。それが中止になり、せっかく作った園庭が、至るところで崩れたり、包み越しに穴が開いたりしている。これはどういうわけだ。工事を中止しなければならない、どんな理由があったのだ。人間は、信用できない。 人間のすることも信用できない。この荒畑もまやかしだ。オラたちが骨を折り、きっ腹を芋がゆでごまかし、汗水垂らしてやってみても、いつかは園庭と同じように廃止になってしまうだろう。こんなことはやるだけ無駄骨折りだ。オラはこの荒畑をぶち壊してやるつもりだ。と肝臓は言った。人間のすることに無駄なものは一つもない。と、モンドの章は言った。 目に見えることだけを見ると、馬鹿げていたり、とろだと思えるものも、それを繰り返し、やり直し、積み重ねていくことで、人間でなければできない大きな、いや、値打ちのある仕事が作り上げられるものだ。席の工事はもちろんやり直す。この荒畑も、このまま捨てはしない。いつか必ず、立派な神殿になるだろう。ただし、本気でそうしようとする者が、 どれだけいるかいないかの話だ。関の工事は、と肝臓が涙を拭きながら反問した。本当にまたやり直すんですか私はそう聞いている。モンドの将は顔を背けながら答えた。私が四年近くもここを留守にしたのもそのためだ。関の工事は間もなく始まるだろう。人間は生まれてきて何事かをし、そして死んでゆく。 だが、その人間のしたこと、しようと心がけたことは残る。今目に見えることだけで、善悪の判断をしてはいけない。辛抱だ。辛抱することだ。人間のしなければならないことは、辛抱だけだ。わかってくれるな、肝臓。俺にはわからねえ。オには、よくはわからねえ。彼は頭を振った。人文天頭の墓だって、万年とは残りゃしねえだろう。 みんな、その時ばったりだ。そうかもしれない。その時ばったりかもしれない。けれども、墓が万年の地まで残っても、墓は墓だ。と、モンドのシは言った。大切なのは、何が万年先まで残るかではなく、その時ばったりと見える、今のことだ。地面に砂で描いた絵は、半時とは持たないだろう。しかし、それを描く絵師にとっては、生活の糧であるだけではなく、 描いた砂絵は彼の頭から消えることはないだろう。一番大切なのはその時ばったりと見えることの中で人間がどれほど心を打ち込み本気で何かをしようとしたかしないかということじゃないか。そうは思えないか。肝臓はちょっと考えてからまた頭を振った。わからねえ。そんな難しいことを言われてもオラなんぞにわかるわけがねえ。 そして彼は、急にモンドの章を見上げた。けれども、もしお前さんの言うことが、嘘でなければ、ということは、本当に、席を仕上げるというのなら、それが本当なら。けれどもそこで、肝臓はまた力なく頭を振り、うなだれた。わからねえ。もしそうだとしても、オラには、何を信用していいかわからねえ。オラたち髪型から来た仲間も帰っちまった。 お前さんの言うことが本当だとしても、逃げちまった仲間は帰っちゃあねえ。これは愚痴だろう。愚痴だろうけれども、仲間がここに見切りをつけたっていうことは嘘でもまかしでもねえ。あの席も仕上げるし、この荒畑もちゃんと信念にするっていう、お前さんの言葉に嘘はねえかもしれねえが、オラには仲間が逃げちまったという現の証拠しか信用することはできねえ。 門ンドノは、そっと彼の肩を叩いた。現実しか、信ずることができないという、肝臓の言葉には、答える末がなかった。それは、どんな説得よりも、事実で証明する以外に、方法がないからだ。お前も、髪型へ帰っていいよ。と、門ンドノは、優しく言った。もし、帰りたいならな。しかし、 荒畑はこのままにしておいてくれ。ここはみんなで開墾したものだ。一つの仕事は出来上がってみなければ、やれるとも、やれないとも言えない。俺はしまいまで、やり遂げるつもりだ。他にも、そうしようとしているものがあるかもしれない。わかるだろう。ここは、お前一人のものではない。この荒畑は、そっとしておいてくれ。いいな。おらも逃げやしねえ。 肝臓が言った。オラも手に豆をこしらえて、すすきの根を起こし、笹の根切りをしてきたんだ。ここの一つぼ、一つぼに、オラの汗が染み込んでるんだ。誰か一人でもいい。この荒畑を本気に立って、新年にしようとする者がいるんなら、オラは、ここから出てゆきゃあしねえよ。門戸のノは、畑の外にいる男たちにうなずいてみせ、手を貸して、肝臓を立たせた。 それでいいよ。と、モンドノショウは言った。今日はもういい。一日ゆっくり休むことだ。明日からまた、笹のねぎりをしよう。その夜初めて、モンドノショウは荒畑の変化したことを七井から聞いた。そこの開墾を始めた髪型の人間は、ほとんど逃げてしまい、大川の対岸から臨旗�の農民が入植してきた。 彼らは、氷奉行からの補給が目当てで、実際には、あまり働こうとはせず、一度畑になったところが、また、すすきや笹原になるのも気にかけず、だらだらと、イグイをしているだけであり、本気でクワや隙を使い、種をまき、収穫をしているのは、肝臓と、その仲間の五六人に過ぎない、ということであった。では、髪型から来た人足のうち、居残っているものもあるんだな。 え、今言った、五六人だけです。と、七杯は答えた。その人たちが残ったのも、上方から女将さんや子供、母親なんぞを呼んだからでしょう。うその人たちは、みんなこの荒畑に落ち着くつもりのようです。門ンドノは、ふと思い出したように聞いた。お住みはどうした嫁にでも行ったのかえ、上方の十さんという人と一緒になって、 髪型へ行ってしまいました。今年の春頃に女の赤ちゃんが生まれたって手紙で知らせがありましたけれど、と言って七重はうつむいた。暮らしが楽ではないようでまたこっちへ帰ってきたいようなことが書いてありました。なんでまた髪型の男などと夫婦になったんだ小太郎さんが死んでから気落ちでもしたようにすることや言うことがおかしくなったんです。 髪型の人たちは口もうまいし、欲しいものを手に入れるまでは恥も外聞もないほど親切にするでしょうおすみは気が抜けたようになっていて、ついその親切にほだされてしまったんだと思います。小太郎が死ぬまで、七恵は病人のようだったし、おすみは母親の七恵に代わって、小太郎を我が子のように愛していた。小さな一人の子の死によって、母親は回復し、 お墨は誤った道へ逸れてしまった。悲しいものだな、と、門戸のノは思った。その時、戸口の外で呼ぶ声がした。二重の五。戸口の外から呼びかける声は、あたりをはばかるように潜められた作り声であった。門戸のノは、 立とうとする七重を抑え、自分で立って出て行った。彼は引き戸のこちらで、誰だと聞いた。相手は、こちらの声を引き定めてから、ぐわじわの手代です。と、答えた。その声には、聞き覚えがあった。名は知らないが、実直そうな老人だったはずだ。モンドノは、引き戸を開けた。引き戸の外の、暗がりに立っていた老人が、 かぶっていたすげがさを脱いだ。これを読んでください。と、老手代は小さな結び文をモンドノショに渡した。私は何も存じませんが、お返事を聞いて来いとのことでした。中へ入れないか老手代は、ここでお待ちします。と答えた。話を聞いていたのだろう。七重が大いをかけたままの暗殿を持ってきた。モンドノショは、 結び文を解き、それを開いて読んだ。彼は読み終わるとすぐにその手紙を丸め、立ち上がって戸口へ行った。分かったと言ってくれ。モンドノシは、老手代に行った。来月三日の夕刻、場所は名縄や反六、老街に当たるんだな。老手代は抵当し、そこへ行く道順を、ぼそぼそと告げた後、闇の中へ、 溶け込むように去っていった。何かあったんですかと、七重は、怯えたようにモンドのショウを見つめた。またどこかへいらっしゃるんですかモンドのショウは、引き戸を閉めて戻った。さ、寝るんだ。と、彼は優しく言った。そんな格好で起きていると、風邪をひくよ。どこかへいらっしゃるんですねわからない。 私は今、込み入った事情に囲まれているから、先のことは何とも言えない。しかしもう、この土地から離れることはないだろう。と、モンドの将は言った。七重は、私のために大変な苦労をしてきた。もう私のことで心配する必要はない。七重が心配しても、何の役にも立たないんだからね。え、と、ヤグの中から七重が答えた。それは自分でも。 よくわかっています。おやすみ。と、モンドの章は言った。彼はなかなか眠れなかった。自分の生きてきた道を思い返し、今自分の置かれている複雑な、ひどくこみ入った周囲の状態について考えた。商工官へ入学してから、随分多くの変わった経験をした。そして自分では、その時その時で精一杯の努力をしたつもりだが、 その努力を証明するようなものは何一つ残っていない。経験したことの一つ一つは、長い旅路で見る風景のように、自分を迎え、自分から去っていった。西武があり、干所があり、松林があり、谷があり、坂があり、流れがあった。けれどもそれらは通り過ぎ、春から年月の彼方に去ってしまった。そうか。と、彼は、 心の中でつぶやいた。肝臓にあんな偉そうなことを言ったのは、肝臓にではなく、実は自分に向かって言ったのだな。俺は自分を斜め、自分の目や思考を現実から逸らそうとしただけなのだ。門戸の章は突然、身も心も萎えるような暗い惨めな虚脱感に襲われ、仰向けに寝返ると、両手で敷き役を掴み、 うめき声を抑えるために顔をヤグへ押し付けた。彼にとっては生まれて初めての敬応しがたい苦問であった。これまで彼は一度もそんな底なしの無力感や何もかも虚しいなどと思ったことはない。その場その場で自分の力の弱さや才能の不足を嘆いたことはあるが、こんなにも惨めで真っ暗な。 息苦しい自己否定に囚われたことはなかった。曲がり町の家の冷たい根まで夜半に行くたびか一人むせび泣いたことがある。今は泣くこともできない。あの時、なんで泣いたのかは思い出せない。ただ夜半に一人すすり泣くことのできるほど若かったことは確かだ。俺はもう36歳、人生50年として、 あとわずかな年月しか残ってはいない。今日まで全力を尽くしてやってきたのに、それを証拠立てるものが何一つないとすれば、残ったわずかな年月で何ができるだろう。俺には何をする力もない。何をしても無意味だ。人間のすることは全て虚しい。と、門ンドの章ショウは思った。ちょっとまどろんだような気がしたとき、七重の起きる気配がし、 板屋根を打つ雨の音が聞こえた。もう夜は明けていて、七井が安闘の火を消すと、板壁の隙間から青錆びたような朝の光の差し込んでいるのが分かった。静かな雨の音と、わびしげなその朝の光を見るなり、門ンドノは起き上がってヤグを畳み、仕事着を着始めた。どうなさるんですかと、七井がまた、 おびえたように問いかけた。外は雨ですけれど。一回りしてくる、と、モンドの将が言った。カッパと傘と、わらじを出しておくれ。桃引きに、腰切りの布子、細帯を締めながら、彼は口を開いて、七いに聞こえないようにあえいだ。夕べからの、身も心も消えてしまいそうな虚脱感が、不眠の後で、一層激しくなり、 その狭い掘立小屋の中では、今にも呼吸が止まりそうなほど、息苦しくなったのだ。彼はわらじを吐き、雨がっぱを羽織り、竹の子傘をかぶって、戸口から外へ出た。後ろで七重が何か言ったけれど、門戸の将は返事もせず、振り向きもしなかった。この苦しさは何だ歩き出しながら、彼は呟いた。まるで毒でも飲んだようだ。 そうだ。これは毒に当たったようなものだ。商工官へ入学してから今日まで、脇目も振らず、まっすぐに、全力を尽くして自分の務めを果たしてきた。36歳の今日まで、ゆっくり遊んだり、楽しんだりしたことはない。たまにほっと息抜きをするようなことがあっても、頭の中から、務めの問題が離れたことはなかった。女は、 実際には存在しなかったこのために気の狂うほど嘆き悲しむことができる。と彼は呟いた。けれども今のこの俺の苦しさは分かってもらえないだろう。今は俺自身にも自分のこの息の止まりそうな苦しさが何のためのものか全くわからない。荒畑は,は雨に霞んでいた。モンド章ショは枯れたススキや ささやぶの中を歩いて行き、畑地を抜けて行った。そして、大川の岸を、掘ったて小屋の集まっている一角の方へ行こうとしたとき、不意に足を止めて、あたりを眺め回した。門戸の将は、鋭い痛みでも感じたように、強く顔をしかめた。ここだったな。彼は川の水面を見つめながら行った。 お前はここで死んだんだな、小太郎。大川の対岸は霞んで、包みも定かには見えなかった。ボンドの将はそこへしゃがみ、両手で顔を押さえた。お前は生まれてきて、ようやく立ち歩きができるようになった時に死んでしまった。これは歴史ではない。水に落ちた時、心臓がいかれたのだ。その証拠には、水を飲んではいない、と肝臓が言った。 とすれば、お前は苦しまずに死んだのだろう。その方が良かったのだ、小太郎。と、モンドノは心の中で呼びかけた。この世には、人間が苦労して生きる値打ちなんぞありはしない。権力の争奪や、悪徳や殺し合い、強欲や臨職や、病苦、貧困など、ヘドの出るような嫌なことばかりだ。そんなことを知らずに死んだお前は、本当は、幸せだったんだよ、小太郎。 竹の子傘を打つ雨の音と、早朝の朝の、まだ開けきっていないような、少しも暖かみのない非常な光とが、モンドのシの感情を、一層暗い、絶望的な方へと押しやるようであった。双眼寺の、和尚の気持ちが、今こそわかる。と、彼は、声に出して呟いた。諸国を遍歴し、八州の奥義を学び取って帰ると、 一生何もせず、酒によっては寝転んで暮らした。保生には分かっていたんだ。人間のすることの虚しさも、生きるということの儚さも。モンドのシはうなだれた。すると、竹のこ傘の淵に溜まっていた雨水が、しゃがんでいる彼の目の前へこぼれ落ちた。モンドのシの喉に、おえつがこみ上げてき、彼は、うめきながら泣き始めた。